さて、ええー、まあ、結構ですね、えー、ハロウィンだの、初恋の日だの、それから鍋がどうだとか言っておりますけれども、実はあ沖縄、先島諸島の方では、 台風21号がですす。ね、よいよいい近づく予想となっています最新の予報ですとかなりですね、えー、勢力が強まるという予想が出ていますので、えー、本日も天気予報専門メディア天気 JP からですね、えー、天気予報を見ていきたいと思います。 まず、現在の空の様子から見ていきましょう。こちら気象衛星ひまわりの雲の様子ですねで。右側には天気図があります、えー。やっぱりパッと見て気になるのは台風の目がはっきりとしてきました台風21号の雲ですね。現在は沖、フィリピンの東の海上にあるということですけれども、大型で非常に強い勢力となっています。 で、このね、台風21号がだんだんと沖縄、先島諸島に近づく予想です。一方で、本州付近ですね、天気図にもありますけれども、前線を伴った低気圧の雲が見られます。ただ、この低気圧の雲、だんだんと東に離れてきていますね。 で、変わってこの中国大陸に中心がある高気圧、この高気圧が日本列島に張り出してきているという状況なので、この低気圧や前線に伴う雲というのは、この後、本州付近陸地からどんどんさらに離れていく見通しですえ、もう少し近くで見ていきましょうかねえ。この南の方にあるのがこれ。台風の雲。もう外側の雲はねえ。沖縄石垣島 石垣島地方八重山地方にもかかってきているような状態です、えー、そこからこう台風が運んできた湿った空気がですね流れ込んでいて、えー、天気図のですねわかりますかねこの寒冷前線この寒冷前線に対応するような形でこの前線に向かって湿った空気が流れ込んできている、えー、だからこの本州の南の海上あるいはあ 鹿児島県の奄美だったり、それから沖縄本島地方には発達した雲がところどころにかかっているといったような状態です。 一方で、本州付近、目をやりますと、こちらですね、前線を伴った低気圧の雲、こちらの雲というのはだんだん東に離れていってますが、こちらの、ね、天気図、ちょっと白っぽくなって申し訳ないですけれども、この高気圧と低気圧の気圧の差が大きくなっている、特に西日本ですね、等圧線の間隔が狭くなっています、まあ、こののりは日本海の方から風が吹いいいててきているといったような状態です。 日本海の方から風が吹いてきているということで、海からですね水蒸気がこう蓄えられて、乾いた空気でもだん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 湿っぽくなってくると、でその日本海の上を通ってきた湿っぽい空気が雲となって、ですね現在、北陸地方、あるいは東北の日本海側に流れ込んでいるといったような状態です。 そしてですね、あんまり雲としてはっきり現れてはいませんけれども、北海道の西の方には小さな低気圧があります。この小さな低気圧に伴う雲っていうのがこれですね。ちょっとね、うん、あの雲も見にくいんですけれども、 日本海にあったりですとか、あるいはこの、ね、大陸のところに少しかかっています。これらの、ね、小さな低気圧に対応する雲というのが、今夜にかけて北海道地方に近づくということで、今日はは北海道はですね今夜、ちょっと天気が荒れそうですね、雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがあるということで、気をつけなければいけません。そして 台風21号詳しい情報を見ていきたいと思います。現在台風21号午前9時現在ですね。フィリピンの東にあります。で、えー、大型で非常に強い勢力の台風21号です。 中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルということですね。で、西北西、西寄りに時速10キロの速さ、自転車並みのスピードで進んでいると思われます。はい でこのあとなんですけれども、台風21号、今非常に強い勢力となっていますが、さらに勢力が強まるという予想になっています。本社、中川由美子予報士の記事ですね。台風21号は猛烈な勢力へ、31日の沖縄は大荒れ、3連休は本州など季節外れの大雨ということです。 で現在、こちら2週間天気予報前半ということで、明日31日木曜日からもうあさってには11月ですね、えー、この先11月6日水曜日にかけての週間予報が出ています。日本列島、広い範囲で大きな影響が及ぶのは金曜日から土曜日、あるいは日曜日ぐらいにかけてと思われますが、特に沖縄ですね、えー、沖縄の方はまあ明あさってがおそらく雨,の雨や風、強さ、ピークになると思われます。 はいというわけで、こちらが台風の進路予想図、明日31日はさ先島諸島は暴風の恐れということです、えー。大型で非常に強い台風21号、今日午後9時には猛烈な勢力となって沖縄の南へ進むでしょう。明日31日木曜日には猛烈な勢力を保ったまま、島島島のののの南へ進む見込みでですすというは日本最西端ね与那国島の南へ進む見込みです。えー 明日31日木曜日の沖縄はさらに雨や風が強まり波が高くなります先島諸島では台風の暴風域に入る恐れがあり横殴りの雨となるでしょう局地的には雷を伴い激しく降りそうです海上は猛烈にしけるでしょう沖縄本島地方でも発達した雨雲がかかり台風の進路次第では大しけとなる恐れがあります とということですねでかなり台風が近づくということで、30日、今夜ですね今夜には猛烈な勢力、そして明日に,明日にかけて、まだ猛烈な勢力が続くということですね。おそらくこの台湾の辺りに進むと、ですね、えー、この台湾というのは、山が結構高い山がそびえているんですね。 台風というのは、海面水温が高いところ、まあ、水蒸気がエネルギーの元となっています。で、海面の水温が高ければ高いほどですね、発達しやすくなると。まあ、逆に低くなれば、どんどん勢力は衰えてくるということなんですが、水蒸気がエネルギーの元となっていますので、陸地に上がると一気にですね、勢力は落ちるんですね。そういった性質があります。 えなので、本当にこの台湾に上陸、最も接近したり上陸したりというようなことにならない限りまあ勢力は保ったままということなんですね。 えー、リルカスリーさんいつもありがとうございます。さらに台風やばくなるの、きゃあ大変、いや、そうなんですよ、本当ね、あのー、まだまだね、やはり海面水温が高い状態続いていまして、特に沖縄のね南の海上です、えー。先ほど私が見た時は、海面水温があもう30度近くまであるということで、まだまだね、やはりあのー、今朝は寒いとか、肌寒いとかね、えー、MS30 さんもありました言ってましたけれども、やっぱりね、 南の方はまだ気温、あるいは海の温度、高い状態が続いているということで、台風現在は、午前9時現在では非常に強い勢力ですが、このあとまた発達して、猛烈な勢力になるということですから、まだまだ注意が必要です。そししててこちら見ていきましょう 関西支社、堂本雪雄予報士の記事でございます。台風21号、今日30日夜には猛烈な勢力へ、明日31日に沖縄・八重山地方に接近という記事ですね。台風の目がはっきりしていますけれども、こちらですね、予想される最大風速、最大瞬間風速ということで出ています。えー、今日30日日30水曜日 沖縄・八重山地方、大きい数字が最大風速ですね。平均的な風の強さ。で、その中の最も強い時の勢力ということですから、八重山地方が平均最大が20メートル。で、瞬間的には30メートルの風が吹く。宮古島地方は最大風速18メートル。最大瞬間が30メートルということですね。 そして、明日三十一日、木曜日、八重山地方は風が強まります。八重山、宮古島地方、いずれも風が強まります。八重山地方は最大二十五、最大瞬間が三十五メートル。宮古島地方は最大二十メートルと、最大瞬間的に、瞬間の最大が三十メートルの予想ですね。そして、十一月一日、金曜日、あさってですね、あさって一日、金曜日、八重山地方。最大風速はまあ若干。 間ですね、えー、最大風速23メートルということで、31日に比べるとっていう感じですけれども、まあ、瞬間的には35メートル、31日明日と変わらないようなあ風が瞬間的にビュンと吹くということですね。そして宮古島地方も最大風速18メートル、最大瞬間30メートルということで、まあ、風の強さのピークは31日明日からあさって1日にかけてといったようなところだと思います。 で、えー、暴風についてですけれども、気象庁から情報が出ていますね。えー、先島諸島では今日三30日、台風の接近に伴って非常に強い風が吹き、明日は八重山地方で暴風となる見込み。また高波ですね。えー、さ先島諸島の沿岸の海域はもうすでにしけになっています。明後日金曜日にかけて猛烈な になる見込みとで。うねりを伴う高波に厳重に警戒をしてください、えー。さらには沖縄本島も、沖縄本島地方も1日にかけてしける見込みです。さらに大雨の恐れがありますね。台風の進路や雨雲の発達の程度によっては沖縄本島地方と先島諸島で 明日31日にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。さらには高潮ですね。八重山地方、明日31日、高潮にも注意が必要ですということです。というわけで、沖縄本島地方という言葉が出てきたのは、高波ですね。1日にかけてしける見込みということですから、まあ、沖縄方面へ移動している船舶、船ですね。影響が及びそうですね。 えまあ九州からおそらくフェリーとかねえー沖縄に向かうフェリー、九州以外にも出ているところがあると思いますけれども、船で移動される方は、ちょっと最新の気象情報と一緒に、船の会社、フェリー会社のですね公式サイトを見て、最新の情報、船のね交通の情報等を確認していただきたいと思います。 明日ぐらいになると多分、まあ空の便にも影響が及ぶかなと思いますね。どんどん風が強くなってきますし、えー 特に沖縄、先島諸島にお住まいの方なんかはね、あの食べ物の物資の輸送ですよね。えー、こうしたものはフェリーで運ばれる機会がかなり多いですし、えー、毎日毎日運ばれてくるわけではございませんからね、えー、こうした時に当たってるとですね、えー、物資の輸送が止まってしまうということが考えられますから、あ今のうちからですね、蓄えー、宅配をしておいた方がいいかなと思います。 そして非常に強い風とはということで、平均風速20メートルから30メートルと、何かに捕まっていないと立ってられないような風というのが非常に強い風ですね、道路標識が傾いたり、屋根瓦、それから看板が落ちたり、飛んできたり、もう車なんていうのは通常の速さでの運転は困難といったようなのが非常に強い風として定義されていますので、気をつけてください。 さて、ではそのほかの地域、どういったものが影響を及ぶのかということで、まずこちら、中国地方、広島にありますね、中国支店、高田直美予報士の記事でございます。中国地方、週末は大雨の恐れ、台風21号、温帯低気圧に変わっても油断できないという記事ですね。24時間予想降水量ということで、こちら出ています。 1>, で1日金曜日、それからその先2日土曜日、3連休の最小がですね、えー、沖縄から離れた、まあ、九州、中国、四国、西日本、ですねかなり影響が及びそうなんです。えー、中国地方は明日三31日木曜日は晴れますけれども、あさって1日金曜日は湿った空気が流れ込むため、次第に雨が降るでしょう。山口県県やや島根県の西部でで雨量が増える見込みです、まあ、特にやはりね 西側の地域ですね中国地方でも雨量が増える見込みですということですそしてこちらあ天気図見ていきましょうかね、えー、で連休初日の2日土曜日は台風21号から変わった低気圧が前線を伴い本州付近を足早に進むでしょうと中国地方の広い範囲で雨が降り大雨となる恐れがあります風も強まり横殴りの雨となるところもあるでしょう そして山口県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県の中国地方の各地で大雨の警報級,と警報級の大雨となる可能性がありますということで、えー、警報級の大雨になるのは、この台風から変わった低気圧が近づく2日土曜日、ねえー、中国地方お住まいの方、2日土曜日、一番気をつけなければなりません。大雨警報が発表される恐れがあります。 そして台風はああの温帯低気圧に変わるんですけれども、それでも、ね、油断はできませんね、えー。雨雲の元となる湿った空気がたっぷり運んでくるため、雨量が増える見込み。2日土曜日の24時間降水量は100ミリを超えるところがあり、200ミリ近くになるところもあるでしょう。また、強風域の範囲が広がり、時間も長くなる恐れがあります。季節外れの大荒れの天気にご注意くださいということですね。 えー、そうなんですね、台風から低気圧に今1日の夜とか2日になると、ですね台風21号は低気圧に変わる見込みではあるんですが、あそれでももともとは台風でしたからあ、気をつけなければいけません、えー。油断をしてはいけませんね、台風から、ね、低気圧に変わったといっても、絶対に油断をしてはいけませんので、くれぐれも大雨、えー、それから強い風ですね、気をつけてください。 はい、えー、それからもう一つ見ていこうかな。もう一つ見ていきましょうかね。えー、中部死者。先ほどね、記事が更新されたんですよ、えー。こちらかな。出てないかな。少々お待ちくださいね。出てるかな。 気象予報士の解説かかからですね出出てないか、ま、だ出てなないいまだ確かですね私が見たときはもうちょっとでですね、えー、中部死者、東海地方の天気ですとかあるいは近畿、北陸等ですねの記事が公開される予定となっていますのでこの後ですねどんどん各地域、どのいつどのタイミングでこの台風から変わった低気圧の影響が出てくるのかというような、ね、予想される記事が出てきます。 ますからぜひとも、ね、そちらをご覧いただきたいと思います。はいで、えー、というわけでまあ、台風情報、そうですね現在注意報、警報を見てみましょうかね。はい、えー、ご覧の地域に今注意報、警報が出ていますけどまあ、沖縄も警報が出ていますね。 えー、沖縄の警報なんですがあ、宮古島地方、それから石垣島地方、波浪警報が出ているということです。えー、気象情報にはですね厳重に警戒してくださいなんていう文言もあったんですけれども、あ今の段階では、 えー、宮古島地方、30日、今日の夕方から高波に警戒、それから八重山地方、石垣島地方では30日昼過ぎから、もう今の段階ですね、今の段階から高波に警戒してくださいということなんですが、台風が近づくにつれて、えー、厳重に警戒ということですからね、かなり強い言葉で表現されていますから、気をつけていただきたいと思います。はいではですね、じゃあ、天気図を見ていきましょうか、こちらですね。 今日の現在の、今現在、午前9時現在の天気図ですね。えー、日本付近、えー、まず本州にかかっていた低気圧や前線、こちら東に離れます。そして大陸から高気圧が移動してくるという予想です。ここにある小さな低気圧、この低気圧は、ね、北海道に近づきますので、今夜雨、それから雷が鳴ったりという恐れがありますので、気をつけてください。一方、台風21号、現在フィリピンの南。 失礼しましたフィリピンの東にあるということですけれども、発達しながら北上を続けて、今夜には猛烈な勢力になって、先島諸島に近づく予想です。く、えー、れぐれも気をつけていただきたいですし、特に西日本にお住まいの方もですね、台風が運んできた湿った空気の影響で大雨、今後なる恐れがあります。明明日日日日日の予想天気気気図ですすす日日本州付付近近高気圧圧にに覆われますね北海道付近を通過する低気圧は足早に 東に移動する見込み、本州の南には前線が伸びる予想ですね、この前線は奄美地方ですとか沖縄本島地方に影響を及ぼす、そして台風21号はですね925ヘクトパスカルとなっていますけれども、最新の予想だと915ヘクトパスカルになる予想となっています。中心付近の最大風速は 55メートル最大瞬間風速75メートルということでね、かなり風が強まる予想となっています。これね、ちょっとあの予想天気図があ最新のものに更新されてないんであれですけれども、明日の朝9時の段階でもこれ、さらに台風の勢力強まっている予想なので、くれぐれもご注意ください。そして いよいよ11月です、11月1日午前9時なんですけれども、本州付近を覆っている高気圧はちょっとね、東に中心を移す予想、そして伸びていた前線は奄美地方から九州南部にかかる予想ですね、台風は990ヘクトパスカル、かなり勢力は弱まりますけれども、このあと、台風から低気圧に変わった後が、西日本、えー、大雨の恐れがありますので、えー、この後もまだまだ気をつけなければいけません。 えー、明後日2日あ失礼しました。し合あさって2日午前9時ですけれども、台風は低気圧に変わる予想です。ただ、等圧線の間隔が狭いですね。あ、雨ではな雨だけではなくて、風も強まりそうです。で、低気圧から離れています。けれども、北海道のあたり、これ、多分気圧の谷の影響を受ける予想ですねえー。ちょっと天気はあまり良くないかもしれません。はい、というわけで。では天気を見ていきましょう。まず今日の。 天気です。今日は北海道から九州にかけて広く晴れるでしょう。気温は日差しとに日差しを受けてですね、ぐんぐん上がって、鹿児島28度ですって最高気温ね。暑いですね。九州南部鹿児島28度の予想です。それから高知25度夏日の予想となっています。そして沖縄、これは沖縄那覇の天気ですね。だんだんとこう雨が降ってきて風も強まってくる予想となっています。 明日31日木曜日、ハロウィンですけれども、まあ、広く晴れますけれども西川、西から天気は下り坂ですね、えー、九州南部、鹿児島はだんだんもう午後になってくると雨。 その西日本、特に太平洋側の地域もだんだん雲が増えてくる予想となっています。沖縄、那覇の傘マーク、もしかすると傘マーク、これね、横殴りの雨ということですからね、風も強まる予想となっています。そして最高気温は30度ですから、雨が降っても30度ですからね、かなり蒸し暑いものと思われます。そして11月1日金曜日です。もう東海、北陸から九州にかけては広く雨が降る予想となっていますね。 高知100%です。もう完全に雨が降ると。で、福岡も100%ですよ。雨が降る予想となっています。そして、まあ、関東から北のエリアでもですね、だんだん雲が増えてくるものと思われます。まあ、晴れマークはありますけれどもね、うん、日差しの出る時間は、今日、明日に比べると短いかなと思われます。そして3連休初日の土曜日、も広い範囲で雨ですね。えー、このタイミングで、えー、結構傘マークがついてますけども、広い範囲で大雨になるものと思われます。 ねえかなりなあ雨の量になるということでね、先ほど広島にある中国支店の高田予報士もですね言ってますから、あ沖縄はね天気回復しますけれども、大雨に対する備え、今一度ご,かご確認ください。そして、ですねこの先の天気なんですが、まず3日日曜日、文化の日、これは、えー、晴れますね、これ、傘マークは、まあ、午前中が中心、もう午後になると天気は回復する予想。で か月曜日振り替え休日。で、このタイミングもまあ広く晴れますね。名古屋の傘マークというのは、これ、振り方についてはね、まあそんなにまあ強く降ることではないと思われます。もう晴れとね、傘マークが隣り合わせなのでね、えー、そんなに影響は及ぼさないと思いますが、えー、私のね、注目ポイントこちらです。5日火曜日、ね、最高気温23度、24、25度が並んでいますけれども、5日火曜日ですね、冷えるんです。東京最高気温18度。 名古屋大阪19度ということで20度に届きません福岡19度ということで5日火曜日結構冷えます気をつけてくださいねブーンと気温が下がりますそして6日水曜日朝もっと冷えると思いますね東京都心朝11度です名古屋大阪11度高知10度の予想それから新潟金沢9度もう札幌なんていうのは昼間10度に届きませんね えー、この5日、6日が鍵になるものと思われます、ぐっと季節が進むと思いますし、このタイミングでね北海道、またね雪が降るんじゃないかと思います、7日ってどうなんだろう、あ出てないか、雪マーク出てないですけれどもね、ちょっとね北海道、雪降るんじゃないかな、5日、6日、7日のあたり。 えー、かなり降ると思いますし、この、ね、金沢にあ、新潟、金沢、この北陸地方もね、えー、降ったりやんだりというような感じで、北陸にお住まいの方は分かるかもしれませんが、しぐれるというような感じですね、あの冬独特の,あの、晴れてるなと思ったら急に雨が降ったりみたいな変わりやすい天気になると思われます。ですすかかかららここののの新潟金沢、ね、雨雨曇曇りとか曇りりとってありますけれども多分、ね、この雲の隙間から 青空が見えたりですとか、日差しが出てきたりというようなこともあります。あの、変わりやすい天気という意味での曇りマークなので、えー、まあ、傘はもう忘れるなということですね、えー。弁当忘れても傘忘れるなという言葉がですね、あの、特に石川県を中心にね、昔から言い伝えがありまして、有名な金沢駅のね、あの、おもてなしドームという、あの、でっかいドームがありますけれどもね、あの、あのドームというのはね、その、 弁当を忘れても傘を忘れるなという言葉を象徴するようなあ意味合いが込められているということで、大きなあの傘を表すドームがありますけれども、いよいよこの6日のあたりからね、北陸地方独特の雨が降ったり、急に晴れたりというような感じになりそうですのでね、えー、くれぐれも傘を忘れずにお出かけください。 はい。というわけで、えー、時刻は12時52分でございますかね。天気 JP ランチタイムライブ、間もなく終了のお時間となってまいりました。あ現在の空の様子を見ていきましょうかね。 かなり晴れてきましたね、青空が見えていますけれども、先ほどはね、ボコボコボコというような、あどちらかというと羊雲に近いような感じですけれども、今の雲を見るとね、こうシューッと、ハケで、えー、描いたようなね、シューッとしたような、まあ、秋らしい雲といったような感じ、ちょっとね、遠くの方ね、あね、千葉方面の方はね、なんかちょっと黒い雲がありますけれども、まあでも陸地の方はですね、えー、結構晴れてきて。 いったような感じですえー。この後も天気が回復して気温が上がってきます。けれどもまあ、夕方ぐらいになってくるとね。北風が強まってえー、かなり肌寒くなってきますからえー、体調崩さないようにね。今夜は暖かくしてお休みください。えー、ms33 ありがとうございます。晴れてきたから仕事終了して帰ろうと思います。そうですね、あのー、早いうちに仕事終わるって言ってもどのぐらいまでなんでしょうね。まあ、お昼に終わるのかまあ、夕方に終わるのか分かりません。けれどもねえー、しっかりと。仕事は終わしてから。帰って くださいね、はいでえー、毎週月曜日から金曜日、祝日を除いて平日12時15分頃からお送りしております「天気 JP ランチタイムライブ明日の担当は岡本智子予報士が担当いたしますのでね明日もどうぞご覧ください。 というわけで、えーあ、皆様からのチャンネル登録、それからグッドボタンをお待ちしております、それから天気 JP 公式 YouTube チャンネルはですね、えー、ライブ配信だけではなくて、あの動画も、えー、どんどん出ています。つい先ほど、えー、先日かな、えー、競馬についての、ね、動画も上がっていましたけれども、果たして当たったんでしょうか、外れたんでしょうか、えー、お,手もお手持ちのお勝ち馬投票権は主催者の発表をもとに、えー、判断してくださいね <laughs>、えー。我々は責任は問えませんので、どうかご了承ください。えー、あ美さんありがとうございます小室関が おすすめのちゃんこを教えてくれなかったのでお昼はキムチちゃんこにすることに決め,決めました、えー。スパイシーなちゃんこを食べてキュンとした気持ちから目を覚まして気合を入れます。どうすかおいうん。キュンとした気持ちからスパイシーなちゃんこを食べて目を覚ますんですね。うん、キュンとした気持ちを長続きさせずに。 目を覚ますということですかそうですか。不、え、覚、ー、はあ聞きません。はい、<laughs> ということでね、えー、くれぐれも食べ過ぎ、えー、それからね、胃が荒れないように、美化院さん気をつけてくださいね。あ、画面枕になっちゃった、はいまっはいえー。胃が荒れないようにね、ちょっと牛乳で、えー、胃をいたわりながらね、それから心もいたわりながらあ、スパイシーなキムチちゃんこを召し上がっていただきたいと思います。というわけで、天気 2AP ランチタイムライブ、本日の配信は終了です。えー、本日の担当は小室拓也でございました。それでは皆様この後も 良い午後をお過ごしくださいごきげんようさようなら